じゃん、エイジャスティーディーダウン、エイジャ、本当に素晴らしいアルバムです。全7曲、ドラマーとしてドラマー目線で語らせていただくとすごいアルバムですよ、本当にね。言うたら何の変哲もない感じに聞こえるんですよね、一聴すると。アルバム通して40分弱ぐらいですけども、さほどねこう気をてらったとこがなく、でね、淡々とリズムを刻んでるような印象にも聞こえるんですけど、やっぱりものすごい高度なことをされてるなと、6名のドラマーさんがいてますけどもね、まず見えますかね、6曲目の I got the news、ね、このエド・グリーンさんがとにかくすごい、これを聞いてほしいです。僕はこのアルバムの中でエイジャーでもなく、ね、ジョージーでもなくペグでもなく、とにかく I got the news のエド・グリーンを聞いてください、すごいです。実は白人なんですけども、黒人にしか聞こえません、本当にね、めちゃくちゃバネがあってタイトですごくキレがある、黒人のドラマ特有の、ね、なんていうんですかね、ゴムマリのような、もうああいう弾力性のあるね、すごいこう黒っぽいビートを叩かるんですよね、短い曲なんですけども、この1曲に、ね、完全にやられてしまいましたけども、7曲入ってる中で6人のドラマが起用され、で、まあ、それぞれたくさんね、この中の曲もいろいろ実験的に叩かされたはずなんですよ。叩かされた、ドナルド・フェイゲンね、やっぱプロデューサーゲイリー・カッツさんもねプロデュースしてありますけども、ベーシストといろんな組み合わせで、リズムセクションを組まされ叩いた、ね、それもメイキングの映像も残ってますけどもね、そんな中ですごく A テイクだけ、使われたという、そんな過酷なね、要するに競い合いですよね。なるべくですね、やっぱり自分の叩いたテイクを使ってもらいたいと思うんですけどもね、そんな中でやっぱり一番、ベストのテイクがこれなんでしょうね。僕ちょっと思うんですけど、これなんでエイジャが2曲目なんやろうなと、まあ、ずっと思ってて、タイトル曲で一番やっぱり曲数ね、分数も長いんですよ。で壮大なエイジャが、これ LP の時で言うたら多分 A 面が3曲 B 面が4曲かな。でもその配置にしてもね、2曲目にエイジャが来てるっていうのはなんかね、こう、何を考えてはるんですかね。この2曲目でいいんですか、これなんか狙いがあるんですかね。誰か知ってはる人がおっと教えてください。ちょっと気持ち悪いところにね、エイジャがあるなっていう感じはしますけども、で全体的にすごく、まあ、ポップ で、まあ、リズム&ブルース的なね、匂いもしますけども、そうやな、この中で言ったらやっぱりね、まあ、エイジャに関して言うとスティーブ・ガッドさんね、有名な、後半ドラムソロがありますけどもね、あの辺りも、まあ、ガッドさんならではのよくやってる、77年のこのアルバムやからもう全盛期ですよね、スティーブ・ガッド旋風というか、ガッドさん一色、ね、なんか染め上げてたような時代ですよね。その頃の、王道フレーズをね結構もう叩きまくってますよね。でもやっぱりそのフュージョン的なアルバムでやってるんよりも若干こうもっと歌に寄り添うような感じには聞こえるんですけどもね、あんまりその無茶はせずに、ウェイン・ショーターのね、バックでこう絡んでる感じはしますけどもね、でもねミスタッチが伝説のスティーブ・ガッドの伝説のミスタッチがそのままリリースされちゃったというね、多分ガッドさんはこのテイク使われた時にね、ドナルド・フェイゲン、ゲイリー・カッツとね、あの辺にちょっと電話してクレームを出してないのかな、何であんなテイク使うんですかって言ってないのかな、カチッってね
あのスティックがリムに当たっちゃうような音が入ってるんですけどもね、それをねそのまま使ってるんですよ。まあ聞いてもらったら分かりますけども、確かにカチッ、そのカチッっていう音に全然やっぱり意思がないからね多分やっぱりミスタッチでしょうね、あれは間違いなく。でもあの全体的なこの流れが多分いいと思ったんでしょうね、うん、そのまま採用されてね、こうやってもうねずっとこう聞かれ継がれてるわけですけども、そんなエイジャー含めて7曲これをね生でライブでやるっていうことが、一つね、あの僕にとってはすごく夢のようなことであり、またねそれがちょっとできるっていうんでちょっとワクワクしてますけども、すごく楽しみです。スタジオ録音の中ではもう最高峰と言われてるこのアルバムを生の演奏をするとどないなるんかっていうね、まあちょっとあの暑さとかその臨場感とかねここに加わるとあの原曲の感情を損なうのかな、そういうところも聞きどころじゃないのかなと思いますけども、よかったらねあのライブの方もぜひぜひ足を運んでいただいて、このエイジャーねあの丸ごとやりますんで、よかったらまたね本当にぜひぜひ見に来てください。これに関してね、あのドラマ的な目線で言えば好き嫌いがはっきりしてます。それだけ言うときます。あのみんながみんなこれをね好きになるかって言ったらねそうではないと思うんですよね。やっぱりこの辺のサウンド、そうですね、やっぱりうん、あのフュージョン系のドラマの方はかなり好きやと思うんですけどもね、ロック一色の方は多分これ買いません。特にハードロックドラマは多分ね、あ、なんか勉強のためにこう買おうかなっていうのはあるかもしれへんけどね、ガン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 こう戦はるような人は多分ね買わないでしょうね。でもね名盤ですよこれは、一家に一枚多分あったらいいと思います。でもう一枚持ってきてますけど、幻想の摩天楼、77年のこれ作品なんですけど、これがね76年1年前なんですけどね、全然色合いが違うんですよ。こっちはねきっちりかっちりクリアで、すごく作り込まれてる感じはするんですけど、こっちはねかなりライブ感あります。めちゃくちゃあります。6人のドラマが叩いてるのがこっちですね。各楽曲ごとにこうはめ込まれたベストなドラマーをこう起用して作られたのがこっち。こっちはねほとんどバーナード・パーディーさんがね一人で叩いてますね。リック・マロッタが一つ叩いてたかな、多分リック・マロッタが一つぐらい叩いてたと思うんですけど、ほとんどバーナード・パーディーがねかなりご機嫌にいってますよ。僕はスティリー・ダンの中でやったらこれが一番好きです。バーナード・パーディーのリリースされてる公式版の中でももう本当にね屈指のアルバムやと思います。パーディーファンの方はね、まあ、パーディーファンの人はまあまあ絶対持ってると思うんですけどね、グルーブドラムですよね。だからそうグルービーなドラムが好きな方はねこれちょっと買われてみてはいかがですかね。もうめちゃくちゃいいですよ。コーネル・デュプリーの T 人とかね、あとアレサ・フランクリンのライブ・アット・フィルモアとか、パーディーのドラムの名盤っていうのはね、あの何枚かありますけども、そんな中でもねこいつ一番いいです。あの僕の主観ですけどね、勝手にねドラマ目線で言うてますけども、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいです。この2枚と今日持ってきてないけど、あとねこれの後に、ガウチョっていうアルバムがこれもスタジオ録音で出てますけども、この3枚ね本当にね、聞いていただけたら、うん、別に、回し物じゃないですけども、ガウチョもめちゃくちゃいいんで、この3枚でスティーブ、いやいやスティーリーダンはほとんど
ね、美味しいとこは網羅できるんじゃないですかね。あのジェフ・ポーカルが叩いてる「嘘つきケイティ」っていうね放題で言えばあるんですけどもね、あのそれも合わせて4枚買っていただいたらなかなか、美味しいステリーダン、ね、ステリーダンの美味しい時間が過ごせると思いますんで、よかったら聞いてみてください、ね、今回は、ドラマーというところからこうステリーダンを語らせていただきましたけども、ね、またあのなんかね面白いアルバム、名盤的なもんがあればちょっとお話しさせていただきたいなと思いますんで、よかったらまた来てください。ステリーダン。